悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おお、よかろう。キート君、ダメだよ！そんなの、そんなのないよ！これはデュエルじゃない。単純な殺し合いだ。そうだ。俺は、この男を殺す！呼ばれてるのか。アスナ、バカバカバカ、ほんとよかった。キリト君、キリト君、ごめんアスナ。でも生きてるよ俺。よかったキリト君、生きてる、本当によかった。カヤバ、ヒースクリフは？うん、わからない。でも団長は見当たらないよ。そうか、俺はあいつを倒したのか。おい、おいおいおい、やったじゃねえか、霧の字。クライン。何ボサッとしてんだ。倒したんだよ、ラスボスを。おめえは勝ったんだよ。で、ああ、本当にやったのか。これで、クリアなのか。どうなんだ。俺は見た、倒したの。勝っただろ、これ。そうだよ、これで俺たちは解放されるぞ。勝った、勝ったんだよ、終わったんだ。そうか、俺はあいつを
リト君、よかった。アスナ。お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両人。羨ましいな、この。あのな。茶化さないでよ、みんな。いいさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。ところでキリト、俺たちいつ戻るんだ？現実によ。いつって、それは。ヒースクリフは倒したんだよな。それで終わりじゃねえのか？ヒースクリフ、いや、カヤバアキヒコは自分を倒せばゲームはクリアされて全プレイヤーが解放されると間違いなく宣言した。私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。本当は元に戻る方法なんてないんじゃねえのか？いや、ヒースクリフ、カヤバはそんな嘘をつきはしないはずだ。なら、なぜクリアにならない？他に条件があるのか？キリト、俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ。俺にもわからない。確かなのは、このゲームは今も動き続けてるってことだけだ。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの？おいおい、マジかよ。キリト、先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト君。キリト。ゲームが終わらない以上、今は先に進むしかない。行こう、76層へ。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン SAO VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感全てにアクセスすることができる新世代のゲームハード。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は、初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともに
ゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちは、これから始まる冒険に心を躍らせた。しかし、そんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなく、プレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身を茅場明彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗った茅場明彦という男こそ、この SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。茅場はプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえないという説明がなされた。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外の方法はない。茅場の話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者、まさにこの SAO というゲームがデスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーは、その数を約6000人まで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて、ヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ、 SAO という世界を作りデスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。正体を明かした茅場は、この場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い敗れた。ゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、茅場明彦を打ち破ったのだから、このゲームは終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、
ログアウトされない現状に不安を抱えたまま、次なる層、第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてから、ちょうど2年が経過した時のことだった。第76層へと進んだ俺たち攻略組は、ある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登ったらログアウトできるかも、なんてちょっと期待したんだけどな。ん？なんだこれ。どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。俺もそうだ、アイテム名が文字化けしてる。キルト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様がひしこいて鍛え上げたスキルデータが。俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。みんな聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし、仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから。みんなクリアを目指そうよ。おおそうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標は、このゲームを攻略することだ。おお！行こう、百層に。おお！そして俺たち攻略組は、百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。無事だったみたいね。
リーズ？どうして来ちゃったの？どうして来ちゃったのってそんな言い方はないでしょ。落ち着いて聞いてね、リズ。実はもうリズは75層以下に戻れないのよ。辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。何よ、いいところって。例えば上層なだけあって下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮想とは段違いか。ありがとう、アスナ、キリト。早速、リズベットブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。お前、ひょっとしてピナか？どうしてこんなところに。シリカまで？お久しぶりです、キリトさん。どうして？噂で聞いたんです。最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私、いても立ってもいられなくなって、それで。でも、お元気そうで安心しました。あそこ！